快晴で、雲もなくですね、その分暑くなってまいりました。まあ、安全に、このリハーサルを過ごしていただき、そして、本番に備えていただければというふうに思います。厳しい日差しの中、今朝9時から行われたリハーサルには、式典本番に参列する長崎市の鈴木市長や被爆者などおよそ100人が参加しました。本番の動きを念頭に、原爆犠牲者の名前を記した名簿の考案や、水を求めて亡くなった人々への献水、そして市長による平和宣言の段取りなどを入念に確認していました。下方から降ります。もうこんなに暑かったと思います。すごく水を飲んでくださいということで、平和を、ね、作りますのでということで、式典はあさって10時45分から行われ、過去最多となる101の国と地域からの参列が予定されています。